西東京市は2001年に田梨市と法谷市が一つになり誕生しました。今年で23歳になる東京都で一番若い市です。合併したことで、それぞれの伝統、それぞれの文化、常に2つを1つに掛け合わせて、新しい形を生み出し、成長し進化してきました。令和6年度からは、新たな10年を歩むための 第3次総合計画もスタートしています子どもも大人も共にまちづくりに参加してほしいとの思いから子ども版の計画を新たに作成し小中学校の授業でも活用していきます現在、西東京市の市政運営で大切にしているのは次世代への責任がある選択ですそれぞれの部門が それぞれの担当者がそれを考え続けています。未来をつくる政策は四つの柱で構成し、実行しています。一つ目は子供がど真ん中の政策です。子供が安心して暮らせる街は。親も高齢者も住みやすい街だと考えるからです。二つ目は次世代につなげる環境政策です。 環境学習事業などを新たに実施しゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みを進めています3つ目は高級平和の継承です子どもや若者とのワークショップをはじめイベントを通して平和の意義を継承し続けていますそして4つ目は若者と共に作るまちづくりです今年度からより積極的に 29歳以下の若者の活動の支援や NPO 団体との連携を実施しますこれらの政策をより良い形で進めていくためには全職員が生き生きと働き幸せであることこれから入庁される皆さんが私たちと一緒に働きたいと言ってくれる環境を作ることが必要です目指すのは横のつながりが強いしなやかな組織です そのためには、ワークライフバランスが整っていること、相互のコミュニケーションを重要視すること、多様な価値観を尊重し合えること、これら三つを大事にし、働きやすい環境を作ることで、西東京市役所という楽しく勢いのあるチームを作っています。市役所の仕事は、個人ではなくチームで行うものです。一人一人の個性や、 強みを大事にしながら若い方の感性やアイデアを取り入れて強いチームを作っていく必要があります西東京市はこれからさらに大きく成長するフェーズにあります成長期のまちづくりに携われるのはきっとやりがいがあります私たちと一緒にまを歩き共に考え西東京市をいいまにしあなたの好きなまにしていきましょう